秩父市館は、武蔵国秩父郡吉田里にあった、秩父市の居城である、吉田城、鶴が、久保城とも、蛇行する吉田川近くの高台に位置し、現在は、秩父市所有。城主は、武蔵国一帯を支配した、秩父市で、陳寿府将軍、平良分の孫で、官武天皇六世の平進久氏を外する一族。小久氏は、秩父郡中村里に居住して、 秩父市を称し、その子の平竹元が広大な秩父牧を支配する秩父別当になると、吉田郷に館を構えた。さらにその子である平武綱は、平竹綱が広大な秩父軍支配の中心として、吉田郷に築いた上官が秩父市官である。竹綱は、御三年の役で先人を務めるなどして活躍し、平重綱の第二は、武蔵国留守所総兼業職に就任し、 大主と呼ばれるまでに勢力を広げた。茂綱の子たちは、畠山市、川越市、高山市、江戸市を称して独立し、源頼朝の鎌倉幕府設立を助けた、有力な武蔵武士となっていった。七武士支流の畠山市、川越市、江戸市らはその後も、武蔵国を基盤に勢力を拡大していくが、本家である七武士は、同族争いで疲弊し、 その後ほとんど歴史に登場しなくなる。戦国時代になると、末江の秩父孫次郎が、北条氏国に仕え、現在も八方城に秩父ぐるわとしてその名を残している。ご北条氏が滅ぶと、秩父氏は彦、久保氏に改正して機能し、秩父氏官も廃城となったものと思われる。平竹本、平竹綱、秩父茂綱、秩父重広 畑山重吉と五代にわたって秩父士官に住したとされ、現在跡地には吉田小学校が立地する。遺構はほとんど残っておらず、唯一小学校の校庭に樹齢800年と伝わるおけやきがある。ありがとうございます。